職業運命の女、主演コス、8年ぶりの来日決定。21/10に東京にてファンミーティング開催写真提供 A.R.A2016。前のヒット作、職業運命の女、人、にユンテウォン役で主演、映画、天命の城、主演と合わせて脚光を浴びた俳優コス。ピアノ、グリーンローズ、などドラマ主演後たちまち日本でもファン層が広がり、兵役後の2008年には東京で中野サンプラザを満席にして盛大にファーストフ、ミーティングを開催、ファンクラブ開設を経て翌09年にも来日イベントを開くなど大人気を博した彼が今年12月、東京でファンミーティングを開催する。日本ファンミーティングは09年以来、来日イベントは8年ぶり。旧来のファンはもちろん、現在 NHK で放送中の、おくにょから新たにファンになった方含め、彼のイベントを心待ちにしていたファンにとっては嬉しい初中見舞いになりそうだ。前回のファン見から9年、俳優としても格段の存在感を示しているコスの素顔に直接触れられる機会をお見逃しなく。イベント情報、コスファンミーティング2018、日時、2018年12月21日、金曜日、会場16時30分、開演17時30分会場、目黒パーシ。ボンホール大ホール、東京都目黒区、内容、トーク、ゲーム、握手会などチケット、12000円、税込み、全席指定、主催、株、A、R、A。